皆さんこんにちは。今回紹介するのは、日本のフリーアナウンサー、モデル、女優、タレント、元 TBS アナウンサーの小垣美里さんです。1991年4月16日生まれ、兵庫県神戸市垂水区出身、オスカープロモーション所属。愛称は、うがみさ、うがっきー、うがき総裁であり、そのスケベなおっぱいで、世の男性のマイクを固くさせてきた、うがみささん。そんな気になるうがみささんの3サイズは残念ながら公表されていません。そのためネット上の予想3サイズを一番最後に発表しますので、最後まで股間のマイクを固くしながらご覧ください。2歳からピアノを習い、ピアノ発表会や小学校時代の音楽会にてピアノを演奏し、文化祭での吹奏楽部の発表や合唱コンクールでのピアノ伴奏、さらには生徒会長と多忙な中学校生活を過ごしました。2010年4月に兵庫県立長田高等学校卒業後、同志社大学政策学部に進学し、同志社大在学中は国際政治学について学び、ゼミでは民族紛争の研究をしており、セルビアにゼミの旅行として赴いた経験があります。元来は文書の執筆が得意だったこともあり、テレビ局の報道局政治部記者の職を志望していましたが、大学のセミナーで記者向けのゼミが見つけられなかったため、同じく発信する仕事であるアナウンサー職向けのセミナーを受講し、アナウンサーを目指すことになりました。2011年にはミスキャンパス同志社に出場してグランプリを獲得し、大学卒業後の4月に TBS テレビに入社し、研修期間に入り、この間7月19日から8月31日まで行われた夏サカス2014デリシャカス番組グルメでおもてなしでは、同期入社の皆川玲奈さん、品田亮太さんと共にデリシャカス食べ歩き隊としてイベントの PR を行いました。そして古谷由美さんの後任としてラジオ番組ブリッツパワープッシュの担当を皮切りに、テレビラジオの各番組への出演を2014年9月29日に開始しました。またテレビではバラエティ番組に多く出演したほか、朝の情報番組朝ちゃんのニュースコーナーも担当していました。2019年2月5日に自身がレギュラーを務めている番組アフターシックスジャンクションにて、うがき、やめますと言って TBS テレビを3月末に退職し、フリーアナウンサーとして活動していくと発表しました。その後 TBS テレビを2019年3月31日に退社し、レギュラー出演していたサンデージャポン出演が局アナとしての最後の仕事となり、翌4月1日よりオスカープロモーションに所属することを発表しました。趣味に漫画アニメを挙げており、自身がレギュラー出演しているラジオ番組アフターシックスジャンクションにおいて、自らのお気に入り作品であるコードギアス反逆のルルース特集を展開したこともあり、2018年8月にコミックマーケット94をサンデージャポンで取材した際には、アニメ魔法少女まどかマギカのかのめまどかのコスプレを披露しました。また同月には3年ぶりに開催するイベント TBS アニメフェスタの司会を休止前の向井正夫さんに代わり務めました。週刊プレイボーイでのコラム連載の縁から同誌のグラビアモデルも数回務めており、ヤングジャンプでは表紙および関東グラビアを担当しました。局アナがヤングジャンプの表紙を担当するのは鷲見玲奈さん以来2人目であり、アフターシックスジャンクションでは一本芯の通った生き方かつものを辞しないキャラクターから、うがき総裁とあだ名までつくようになったそうです。それでは最後にうがみささんの気になる予想3サイズを発表します。上から85、60、86の G カップという予想が多いようです。グラビアで見せるエッチな水着姿性で、私の股間のソウルジェムに溜まっているものをその手で浄化してほしいですね。ということで、今後も目が離せない、活躍されること間違いなしのうがきみさとさんをこれからも応援していきましょう。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは素敵な女性のエピソードを紹介するとともに、えりすぐりでちょっとエッチな写真も交えて紹介していきます。この動画を見て股間のソウルジェムに汚れが溜まってしまった方は、ぜひチャンネル登録高評価をよろしくお願いします。それではこの後はうがみささんとの二人っきりのお時間をお楽しみください。ではまた次の動画でお会いしましょう。